はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回日本酒ですね。源泉辛口の吉野川という日本酒です。こちらはですね、新潟の、新潟県産米を100%使用し、麹作りから辛口に徹して作り上げました。自然の旨味ですっきりとした辛口、綺麗な口当たりが特徴です。辛口がお好みの方にお送りするワンランク上の定番酒です。原材料が米、過去新潟県産と米麹、過去新潟県産米、醸造アルコールと、なってます。精米部合が65%で、アルコール度数が15度。吉野川株式会社というね、会社です。新潟県の長岡市。ああ、長岡市か。なるほどね。まあ、こちらはですね、まあ、俺の、母が、母親がね、ちょっと、これ美味しいよ、ということで、はい、買いました。製造年月日が26年の4月。まだ4ヶ月ぐらいしか経ってないですね。なんか蓋がついてます。まあ、カップ酒ということで。アルミカップ。よっ。まあ、個人的にね、ほら、ガラス瓶のやつより、こういうね、カップの、アルミカップの方が、俺好きですね。まあ、いいや、乾杯。微妙。関係ないんですが、今日ですね、実はアマゾンで、あるものが届きまして、こちら。30個入りのですね。じゃじゃーん。たわわに実った爆弾梅。でかくてごめんね。これね、まあ、カリカリ梅好きなんで、これを買ったんですけど、30個入り。これね、結構でかくて、指2本分ぐらいはあるんですよね。大きさ、直径。で、まあ、値段が30個入りで、650円ぐらいだったんですけど、まあ、こちらつまみに、いただきたいと思いますが、先ほど食べたんですが、こちらですね、カリカリ梅なんですが、カリカリという食感が、ほぼなくて、まあ、いわゆる残念なカリカリ梅みたいになって。これね、若干カリッとするんだけど、中身がね、結構、まあなんか、やっぱり、外側だけちょっとカリッと言うんだけど、やっぱり、ちょっと水分が多いのかな？カリカリ梅マスターのマニアの俺としては、ちょっとあれですね。吉野川。吉野川と。日本酒。別にそんなにうまくもないな。で、ぶっちゃけなんか甘い気がする。源泉辛口って書いてあるんだけど、結構コクがあって甘いです。甘いっていうか、これ感じ方の違いなんだと思うけどね。俺、八海山が大好きなんで、
飲んだ感じだとね、コクがね、かなりあって、うん。コクっていうか、うまみ？うん。日本酒がプラス7となってます。だから一応まあ、辛口なんだよね。普通に辛口なんですけどね。やっぱり結構あの酒の旨味っていうか、が出てるんで、これちょっと苦手ですね。いわゆる米の味がする。米の味は結構ダイレクトに、来てる。俺、こういうあの、日本酒は苦手なんですよ。うん。ちょっと、あれだね。ちょっと苦手です。うん。うん。まあ、やっぱり、あれだな。今まで飲んできた日本酒の中で、一番うまいのは、うん、八海山ですな。八海山。もうぶっちゃけ八海山がこれ辛口なはずなんだけどな。プラス7だから。プラス7だから。これはあれだな。甘いな。やっぱり。でもあれかな、八海山すげえな。まあ、いわゆるこの吉野川って普通酒なんですけど、精米部合が 65% なんですよ。つまり 65%、米の 65% だけを残してるってことですよね。で、この八海山がですね、普通酒なんですが、こちら 60% まで削ってます。5% すでに。あの、普通酒の段階でね、すごいっていうか、うん。すごいな、さすが。さすが八海山。八海山がプラス5ですね、日本酒度がね。となってますんで。まあ。でもこれ普通酒でありながら 60% まで精米するのはすごいですね。やっぱこれ冷やして飲むのが普通だな、これな。きついな。これはきつい。ちょっときついっていうか、あんまりうまくない。正直。八海山苦手、俺は。うん。まあ別な意味で言うとうまいんでしょうね。あの、米の味が出てるから。すごい、あの、米の味がよく出てはいるんで。うん。まあそういう意味ではすごい、いいお酒なんでしょうけど。俺、米の味がする日本酒嫌いなんだよな。米の味がするっていうより、まあ、こう、米の香りとかがすごいするやつ。うん。これは結構ね、米の香りが結構するんで。これはあんまり女性には向かない。女性に優しい酒、日本酒だと、やっぱり、あの、うん。八海山になるんでしょうね。これはいわゆる日本酒が好きな人の向けの日本酒。あの、口当たりとかが水みたいな感じではなく、口当たりというか香りみたいな、香りとかがあんまりない
やつではなく、ね。うん。まあ、そんなもんですかね。普通に手に入るしな。あの、八海山もね。うん。まあちょっと半分ぐらい残しましたけど。まあ、これあれだな。冷やして飲もう。冷やしてロックでいただこうかな。ロックでいただいて。でも結構、まあ。そこまでまあ、まずーってほど。うん。まずーってほどでもないんだけど。うん。ちょっとやっぱり日本酒の特有のね、米の旨味っていうか甘さっていうのが、甘さだな。うん、どちらかちょっと甘さですね。旨味っていうよりも甘さ。この甘さがな、ちょっとな。個人的にやっぱり苦手なんで。4443です。ご視聴ありがとうございました。